たなぼた。身近にあるあんなことやこんなこと、大分のすごい子どもたちや将来役立つかもしれないたなぼたの情報を紹介しちゃう番組です。こんばんは、財前真由美です。皆さんは e スポーツってご存知ですか？私のように運動が苦手な人でも楽しめるスポーツだということなんですね。では早速行ってみましょう。さて今回は e スポーツ体験施設アシドにやってきたぞ。 e スポーツとはコンピューターゲーム、ビデオゲームをスポーツ競技として行うんだ。近年では世界的な大会が行われたり、プロのプレイヤーもたくさんいるなど、スポーツ競技として発展してるんだって。ここでその e スポーツができるんですか？はい、ここは e スポーツをですね、子供から大人まで気軽に楽しむことができる施設になっております。初めて来たんですが、今までこういった施設って大分にありましたか？いや、大分は初になります。なかなか近未来的ですね。なんかこう、椅子も背もたれが高くて、これゲーミングチェアになります。あ、ゲーミングチェアっていう椅子なんですね。ゲーミングデスクで、へー、ゲーミングパソコン、ゲーミングモニター、そう、そしてゲーミングギアっていう言い方を今してまして、こちらには e スポーツを行うための最高の環境が整っているんだ。お家に揃えようと思ってもなかなか大変だもんね。レッツゴー。あ、始まった。始まった。今回はぷよぷよ e スポーツをやってみるぞ。隣の人早い。もともと幅広い世代に人気なゲーム、こちらも e スポーツの競技としてプレイされてるんだって。まず大丈夫です。わー！ e スポーツはおろか、ビデオゲームもほとんどやったことがない財前さん。いやー、楽しそうだな。ただ相手の攻撃がそろそろ来ますね。やだ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 。やだ。もう焦らず。揃えるタイミングや速さも大事。頭を使うな。いや、これをこう練習してですね、みんながこう頂点を目指すっていうのが e スポーツになります。このようにボイスチャットをしながら友達と楽しくプレイすることもできるし、インターネットで世界中の人と対戦したりもできるんだって。 e スポーツは年代とか性別とかハンディキャップとかあんまり関係なく、そうですね、同じスタートラインで戦える感じがしますね。まさにもう、あとそれに天気も関係なくできるっていうところがありますので、すごいこう平等なスポーツだなというふうには考えております。もう国体の種目の一つになっている。あ、そうですね、はい。じゃあ今からでも頑張れば、はいはい、国体に大分代表で出場できるかもしれない。はい、そうです、しっかりこう練習すればですね。夢がある。ぜひぜひ e スポーツの魅力にも注目していただきたいと思います。では次回の七夕もお楽しみに。